こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供でささみのネギダク麹甘酒スープを作ります。ネギ15センチは縦に半分に切って薄切りにします。えのき4分の1袋は根元を切り落としてほぐし、 1.5 センチ幅に切りましょう。ささみ筋なし1本はそぐように一口大に切ります。マルコメ米麹から作った麹甘酒 100cc を用意します。マルコメ麹甘酒であったかスープにコクをプラス。カップに入れ、水 100cc、 おろし生姜小さじ1/4、塩小さじ1/4を加えて混ぜましょう。ささみとネギとえのきを加えて混ぜます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分30秒、肉に火が通るまで加熱し、ごま油小さじ1/2を加え、黒胡椒少々を振って完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。